頭おかしくなきゃ、頭おかしくなきゃできないんですよ先輩お願いしますよ。あなたも木村拓哉に勝った男っていう、まあね、まあね。イエーイ、いやいい会場手を挙げる。いや、ありがとうございます。天野さん、はい、とうとうこの日が来ました。嬉しいね。そうですね、あの我々のことを全て知ってる人と言ってもいいんじゃないですか。そうですよね、本当だ、はい、私たち山口と宇野がこの人から生まれました。ゲストの方です、どうぞ。どうも、渡哲也です。どうも、クリスタルケンジです。何とかじゃないですから。突っ込んでます、突っ込んでます。すいません、ありがとうございます。勝俣くんいかがですか。よろしくお願いします。勝俣さん、ありがとうございます。今、ティアチャンネルのところでティアドロップをかけていただきました。勝俣さん、その前にその T シャツ、これ僕は一番大切にしてる T シャツなんですよ。普段あのこう額に入れて、あのもう一個の額にはメッシュのユニフォームが入ってて、メッシュ、メッシュのキャイン、メッシュとこのキャインですね。これうちの親父がね、あの勝手に作ってたんですよ、はい、実家で。そう、その T シャツ、ああ、勝俣さんにも僕配ってた、配ってありますよ。勝俣さんのお父様も勝俣さんちゃん事務所に内緒で勝手に何千枚も T シャツを着たんです。5年前に出回ってた。あ、これは親が作ったんだ。そうなんですよ、親父が描いたんですよ、しかも。そうや、そのくらいタッチの絵で、本当にすごいですよね。じゃあ天国で喜んでるね。そうなんですよ、もう、ね、父ちゃん、いや、のっけから悲しいんですよ。キャイン。3人の共通で言うと金ちゃんっていうワードになってますよね。金ちゃん、金ちゃん。勝俣さんと金ちゃんの出会いは何ですか、一番初め。要は俺は一世風靡に入って、街で踊ってて、芸能界を目指してなかったんだけど、金ちゃんが一回テレビをやめて、で何年かぶりに自分の番組を日テレで始めるって時に、わらべの時、もっと全然前、金だから金ドン金ドコ週刊金曜日をやってて、100番の時にやめて、そこから4年後ぐらいに、もう一回その日テレで、要はその土屋さんと、土屋さんともう一回番組を始めるって時のオーディションを半年前からやってた。4月に始まるやつの。キンキラリン530じゃなくて。それキンキラリン。それがキンキラリン。その時だって、剛君とか、スマップのメンバーもいたよね。スマップの剛もいた。で、そのオーディションに、一世風靡から行けって言われたの。で、俺は嫌だっつったの。芸能界目指してないし、要は、キンちゃんが、あと1ヶ月しかない時に、柳葉みたいな元気なやつがいないねってレギュラーなのに今の。だから柳葉の事務所にいねえか、元気のいいやつ。そこでもう事務所指定で声かかる。そうで俺と中野英雄さんが行ったの、オーディションに。うわ、最後の1ヶ月の時に、でもお笑いなんかできないから、お笑いの人とか演歌の人とか俳優の人がオーディション会場にいっぱいいて、だからそれこそ SMAP の木村君とかもいたし、でその中で、お前とお前がじゃあ泥棒でお前警察官とか、その12時間ぐらい、木村君も剛君とかもやったんですよ。そうやってんの。でその子刺されたらやるのを12時間ぐらいやって、毎日お前いらないってどんどんいなくなられて、そのオーディションに参加したので勝俣さん最後まで残ったの。すげえ。でも残った理由があって、ちょっともう YouTube のタイトル木村拓哉に勝った男っていう、まあね、まあね。一回はね、一回は抜いてる。でもそれで受かった理由も実は別の話があって、そのオーディションに1週間ぐらい参加した時に、自分のアパートに行った時食べ物がなかったの、でもそのオーディションのそのスタジオに行けばお菓子とかあるから、早めに行ってなんか食べようと思って行ったの。理由が子供だよ。で集合時間の30分前に行ったの、それ誰もいなくて、奥にその金ちゃんたちが座る長テーブルがあって、俺たちは横の椅子にこう30人ぐらい座る椅子があって、で誰もいなかったからと思ってパッと見たら、金ちゃんがいつも座ってるテーブルのところに大きなお皿があって、いつもなんか金ちゃんがそれを食べながらこう指示出してた、なんだと思ったら、おしゃぶり昆布、おしゃぶり昆布が山ほどあって、これ食うと面白いこと浮かぶんだと思って腹まで減ってたから食ってたのよ。全然浮かばねえなと思って、あ、いっぱい食った方がいいんだってこうやって食ってたのよ。そしたら稽古場のドアがガチャって開いて、パッと見たら金ちゃん、やべえ、30分前に行って昆布食ってる俺と金ちゃんで、で俺は
もう雑巾も持ってないけど服フリーをして ごまかしちゃった。そうテーブルをフリーしてそのテーブルから一番遠い椅子に座って、うん、口の中には昆布が山ほど入ってる、うん、また膨れちゃうからね昆布って。そうで、うん、金ちゃんが金ちゃんの席に座って、うん、その昆布をずっと見てたのよ、うん、あれと思ってここでいなくなったら、うん、いつもより昆布少ねえな、うん、あいつ盗んで食ったんじゃねえか。もう犯人が一人しかいないからね。泥棒は逃げるから、うん、でも逃げたら泥棒だと思われるから俺は口の中に昆布を入れながら、うん、金ちゃん金ちゃんって目合わせたらずっと話さない。あるある。もう金ちゃんが俺の目見てた途端もうこれを話したら泥棒だと思われるから、うん、ずっとこうやって金ちゃん見ながら、うん、で口の奥で奥で昆布をすり潰してる。そう草食動物すり潰す同時に唾液も出てくるんだよ、うん、どんどん口の中でこう、うん、昆布が膨らんでるけど逃げたら絶対泥棒だと思われて、うん、クビじゃん、うん、一世風靡に帰ってなんでクビになったんだ昆布を盗んだからさ手癖悪いってことね。ボコボコじゃん、うん、絶対もうこのどっちにも地獄だ。飲み込むまで、うん、で目も離さないって、うん、金ちゃんも目を離さないから、うん、15分20分ぐらいずっと金ちゃん喋んないって喋れない、うん、金ちゃんも喋んないんだこっちは奥までこせながら飲み込んで、うん、金ちゃんこうやってなんか考えながらずっと俺を見つけた。あれこいつどうすんのかなって見てんのかな。わかんない何かわかんないけどこの目を離すやつは泥棒だから、うんそしたらガチャってドアが開いて土屋さんとかディレクターとかみんな入ってきて金ちゃんの周りに行って話が始まってやっと出れてトイレ行って水飲んで飲み込んだの。それから1週間後あのレギュラー発表になったので一応こう金ちゃんがもう金ちゃんしかないメモないからで例えばそのパワーズがいてパワーズの2人とかで草薙剛、はい、スマップの草薙剛たちもいて、はい、あと他やっぱその役者の事務所から来た人とかいっぱいいて、うん、でやっぱ佐藤企画の金塾の子も受かって、うん、で最後に、うん、勝俣って言ったの。俺稽古場で何にもしてないから面白いこと、うんはい、ディレクター全員あと作家陣が、うん、えってなったの。なんすか勝俣って勝俣って誰だっけみたいな、はい、あ僕ですけどえなんでって金ちゃんに言ったら、うん以前な俺が早く稽古場に来た時に、うん、勝俣が俺よりも早くいたんだと、うん、で普通俺と二人きりになったらみんな嫌で逃げると、うん、この勝俣って男は、うん、俺の目をじっと見て何か吸収させてください、うん、俺に何かやらせてくださいって目でずっと、うん、俺はこいつのあの目にかけたいんだ、うんレギュラーレギュラーすごいあいつ見る目ねえないやあるんだよあいつってなんだあるんだよすごいそれで芸能界に決定したのなんかだからその昆布の感じも良かったんじゃねえよ俺やりますっていう感じで目をちばしてくるからさもう吐きそうなんだそのメッセージがね吐きそうなんだ必死にだってこうバーってあの目にかけたいんだ昆布だから良かったんですねじゃんそうだからこいつを一番に押してくって確かにうこいつが跳ねたら番組は成功する大将ってだから不思議なところ見てっていうところだよねあのダメ出しというかさ反省会が長いって言うじゃないですか。でその反省会をやることもちゃんと意味あるんだけど何を見てるかって言ったらあ俺早く帰りてえなって顔してるやつ見てるって聞いて怖っと思ってだからそのさそれはもう番組への思い入れに他ならないですもんね、うん、だからそれ正しいですよねその番組のことだけ考えてるやつが伸びるから、うんうん、なんかこう時計ばっか見てるやつは彼女がいるのか友達と飲みしたいのかってだからその見方は合ってんだけど怖いよねその感じがね稽古場でさ稽古場でみんな怒られてんのね、うん、できないから、はいはい、俺一回も怒られたことないなんでだろう 俺を伸ばさなきゃいけないから伸ばさなきゃいけないだからこんなになっちゃっただからみんな金ちゃんって怖いのよ、ね、歴代あの、ね、金ちゃんファミリーで柳葉さんも風見慎吾さんもやっぱ金ちゃんって怖いんだって、ね、俺は何にもいつも褒められてたからすごい確かに周りだってねえ宇野ちゃんともそうだもんねそう僕らがねあの大将と、うん、そのいわゆる、うん、あまり2人で絡む時の一番初めが、うんうん、金ちゃん劇団の稽古場が、うん、あの時まあ三茶にあってあったよ、ね、そこに金ちゃん劇団のその稽古の様子を天野くんとリポートすると、うん、仕事で、はいはいはい、
ていうのが初絡みだった、うん、2人で、うん、その時に、うん、山野くんはまあ金太劇団のオーディションの話になるじゃないですか、そういういろいろ逸話もあって、うん、あれから月日を経てその金ちゃん、まあ、大将とも一緒に仕事ができる、うんうん、あれからの久々の対面でって燃えてたわけです、うん、2人で頑張ってなんとかしたんですけど、その何とかしようと思ったけどうまく大将となんか絡めなかったんだね、ほい、うん、でああと思った時にその後に勝間さんと古部さん来られて、ほい、うん、で大将と絡んでバッカンバッカンって大将のことすごい突っ込んでたんですよ、うん、俺がはいバカだからそれで大将のことで多分頭が当たるとなんか当たるからそれ当たる感じもあったんですよ、怒らないからね、うん、これで大将がノリノリでなんかそれでバーって感じで大爆笑で、その姿を天野君とこう隅から見ててうわーってでもその印象だね、うん、そしたら終わってから大将がなこういう風にやっていいんだよと僕らに言ってくれたんです、できないよね、できないですよ、できないよ、そう大将だからなんかその関係性がないのにそのなんか一歩踏み出すってもう頭おかしくなきゃできないできない頭おかしくなきゃできないですよ、うん、本当に本当にその経験があるから、うん、例えばじゃあトンネルさんとか、うん、その先輩と絡む時も大将の経験はすごい大きいですよ、やっぱり金ちゃんが怒んなかったんだからっていう、うん、なったらもう、うん、めちゃくちゃやれるんじゃないかと、うん、あと例えもともと一世風靡だから、うん、全国の番長が集まってるような毎日喧嘩してるような集団にいたから、たとえ怒られて殴られたとしても、うん、死にはしねえなって、あその腕力的な怖さみたいなこともね、殺しはしないだろうって、うわ、まあ、そんな覚悟でやってたの何なのそのテレビ界に俺は死にはしないだろうと思って言ったことあんまないけどな、殴られることもなかったし、だからその腹のくくり方がもうできてたってことですね、なんかそれよりも、うん、せっかくだってテレビに出たかったわけじゃん、うん、テレビっ子でみんなテレビの大スターがいるわけですね、田舎のテレビっ子がテレビの中に入れて、うん、うわってテレビの前で見てた人と遊べるわけじゃん、うんうん、はい、それはもう今日最後でもいいやと思って一緒にやるよね、だからずっと金ちゃんですよね、うん、呼び方はそう金ちゃん金ちゃんだからそのテレビ見てる感覚のままですよね、うん、勝間さんってだってうちの嫁さんだって、うん、あの世の中で一番金ちゃんが好きなんだ、はあ、うん、だから俺と出会って嬉しかったんだって、あの金ちゃんが認めた、俺の後ろの金ちゃんを見てたから金ちゃんが好き、あの金ちゃんが認めた男だから、だうちの嫁さんは失敗ばっかりしてて怒られてばっかりいたんだけど、うん、金ちゃんって失敗した人は怒らないじゃん、うん、だから金ちゃんみたいな人と結婚したいってずっと思ってたんだ、その大きな、そうそうそう、真逆の人と結婚したすぐ文句言う、まあ、逆あの怒られてばっかり言うから怒られて、ね、こっちが怒られて、ね、でもそういうのあるよねそうですね、いやすごい、自分の人生を巻き戻した時にさ、はい、分かれ道が絶対何個かあるじゃん、はいはいはい、逆行かなくてよかったって、俺にはやっぱりこっちが合ってたのかなとかね、あるよね、みんなだって、はい、あのめちゃイケの話、あ我々のですか、うん、キャインの、はい、俺なんかこの前本を読んでて、はい、そのキャインがそのめちゃイケのメンバーにならなかった、うんうん、話って俺知らなかったの実は、あまりそんな話してないですもんね、そうですね、そうそう、だから最初その飛ぶ薬だっけ、飛ぶ薬のスペシャルかなんかで、はい、天野が大喜利の座布団運びを新しい波の、はい、新しい波のスペシャル、だからいわゆる今の第7世代みたいな感じで、ナイナイとかヨイコとか我々極楽とかね、うん、その第4世代のメンバーがたくさん集められて、あのいた時にそのお笑いの大喜利みたいなのやる時に僕が座布団配りの役だったんですよね、でそれでちょっとやっぱり、まあ、その時はプライドもありましたから、こう悔しいなっていう思いをねして、それで多分だからこの系譜の流れはそっちのあのめちゃイケっていう方になってるんですよ、あっちのね、で俺たちはこんな思いするぐらいだったらっていうのがあって、それで荻野さんってあのフジテレビの方が別の番組を作ってくださって、うん、俺はこっちの主流にはいけないけど、もう俺は こっちで俺を信じてくれる人とやりたいっていうふうにそこでは思いましたけどね、だって浜口に誘われたんでしょ、うん、めちゃイケ来てくれって、あそれはウトちゃんかな、うん、まあ、あのキャインを説得というか、キャインのことをあの、まあ、あの
誘ってくれるようにっていう話が部長にあったみたいですね。それで、はい、それがあるから嫌だってウドが言ったんでしょ。あ、いやいやいや、あの僕らはやっぱり、うん、その飛ぶ薬めちゃめちゃモテたい、いやめちゃモテ、うん、もうやっぱり見ててそのものすごいやっぱりこのチーム、うん、この残組の中にそうしっかりしてた、ね、僕らが入るのは難しいと思ってました。やっぱりあのこの中で多分皆さんと共に生きるにはこれは多分この先難しいだろうっていう、それが一番の理由です。それの断る理由だったんだ、はい、だから俺も、うん、もしかしたらめちゃイケに入ってった。あーでも欲しいかもな。それを要は新しい波があって、うん、いろんな若手がこうネタをやって、うん、K2 は片岡飛鳥さんが推薦してくれた、うん、あーだから波八も出てるの。カズマさん波八は出てない。出てないですか。でそれでスペシャルをやってそれが飛ぶ薬になってくるんだけど、うん、そのスペシャルに例えばナイナイとか極楽も出てて、はい、堀部は出てたの、はい、で俺はドラマがあってその日に、はい、なんか神棚かなんかのその家での視点だったの、うん、はい、だからもしもそこで出てたら、うん、もしかしたらと思うと、うん、K2 とナイナイと良い子とか極楽で行ってやってたかもしれない。片岡飛鳥さんの推薦だったから俺は。そうですよね。でも絶対入りますよね。入ってたろうなと思うんだけど、うんうん、そこで俺が行かなかったからK2 なしでスタート飛ぶ薬側のメンバーでスタートしたんだけど、それ行かなかったから俺は雲南とトンネルズの方のレギュラーになったっていう。だからその分かれ道あるよね。うわそれキャインの分かれ道とか俺の分かれ道も、あのままけたらキャインも俺もこう、ね、一緒にあっちに行ってたかもしれないしっていう人生もあったかも。そっち行ってたらそっち行ったらどうだったんだろうなって。なんかね、でも追い詰められてゲロ入ってたんだろうな厳しいから絶対ねえうっちゃんなんちゃんぐらいがちょうどいいんだ優しいしな結果なるべくしてなったみたいなところもあるかもわかんないですね。雲南とかにやっぱり俺たちはあそこで出会ったから、うん、なんかこういう性格のままずっといられたっていう、うん、そうかもしれませんね。結果論としてね。そうだろう、もう逆戻して分かれ道見るとめっちゃ面白いんだよね、うん、今よりお前はもっと優しくなったらみんなが笑うお笑いができるようになるよ。あれスカイツリーどこにもないなっつって下見たらあったんですグッドボタンチャンネル登録よろしくね。